今回はですね、上手に腹筋を使う方法として紹介していきます。なんか筋肉を上手に使える時ってなんか効いてるって感じで嬉しくなりませんか？でも腹筋って意外と弱いからとか腰が硬いから腰が痛くなる、お腹より先に首が疲れる、そういった経験多分あると思うんですけど、今回は上手に腹筋を使う5回になります。プランクと腹筋、この2種目を5回、それを5回です。ちょっとゆっくり動くんでお腹結構疲れるかもしれませんが、停止ボタンを押しながら休んでもいいので最後まで続けてみてください。しっかり腹筋を使った感覚がわかると思います。やってみましょう。まずはプランクからいきます。普通プランクは肘とつま先で体を持ち上げると思います。実は持ち上がった時って意外と力が抜けて最小限の力で長持ちさせてやろうっていう意識が働いているんです。要するにだんだん力が抜けてお腹に効いてないんですね。これ実は体を持ち上げるときとか体が下がるとき、そういったときにお腹に力が入ってます。で、今回は体を持ち上げるんですが、ゆっくり床スレスレまで降りたら水平よりもちょっと体を持ち上げる、これを5回動きます。お腹がプルプルしてる感じがあればちゃんとできてます。やってみましょう。5回いきます。1、同じペースで2、結構ゆっくりですよ。3、水平よりも少し上がって4、お腹プルプルしてますか？5OK です。これをもう5回行っていきます。その後に腹筋です。いきましょう。2回目、1、できるだけゆっくり、2、OK です。ちょっと腕を回してね、肩もやっぱり疲れてきますから、それでは3回目です。いきましょう。スタート。1、2、3、あー、プルプルする。4、頑張って、5、 OK、 あと2回で終わりです。いきましょう。スタート。1、お腹の力が弱るとね、ちょっと腰が痛くなったりするんで、その場合は少し飛ばして腹筋メニュー行きましょう。できる人はラスト行きましょう。スタート。1、ここでポイントなんですけど、プランクで肩とか腕がだるいよっていう場合は、意外と肘に重心がかかってます。肘に重心がかかってるので腕がだるくなってしまいます。その場合は少し手で床を押すようなイメージにすると力が分散されるんで肩のだるさが少し減ります。またやるときはそこを意識してみてください。それでは腹筋いきます。足は少し開いて楽にしましょう。普通腹筋はこっから手を頭や胸前に伸ばしたりしてグッと
起きたりすると思います。この時に背中が硬い、腰が硬いと体ってあんまり上がりません。でもこれでもちゃんと腹筋はできてます。ですが骨盤が起きないとお腹に力入りにくいので、今回は手は頭でちょっと床を踏んでお尻をちょっとだけ上げます。そうすると腰が下につくと思います。この状態で腰だけでいいので上がる、戻る、そういった感じで5回動きます。動きゆっくりな方がいいのでペース合わせてください。ちょっと床を踏んでお尻をちょっとだけ持ち上げます。腰が支点になるように、これで腹筋が下から使えて上の動きが少しでも腹筋が全部使えます。ゆっくり5回いきましょう。あと1、このぐらいの動き5センチくらい上がったらいいです。2、3、4、5、 OK。 2回目、1、2、3、4、5、OK、3回目、1、少しだけ体が動いたらいいですよ、2、3、4、5、 OK、 あと2回で終わり。6回目、1、2、3、4、5、 OK、 効いてきてる。さあみんなラスト頑張ろう、ラスト、よし、お尻上げて、足つけて、1、2、3、4、5、うわー、効いてる。どうでしたか？ちゃんと腹筋使えた感じあったよって方はコメントで教えてください。もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人はおすすめの動画か関連の動画どっちか一本頑張ってみて、登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。